エリザベス・ロームは、ドイツ生まれのアメリカ合衆国の女優。代表作は、ローオーダー、エンジェルなど。ドイツのデュッセルドルフに生まれたが、1歳の誕生日を迎える前に、ニューヨーク市に移り住み、それから、グリニッジ、フェアフィールドカントリーに移り住んだ。そのため、ドイツとアメリカ合衆国の二重国籍を持っている。父親のエーベルハルト・ RHM は、企業弁護士。 母親のリザ・ローベディはコピーライターでソープオペラガイディングライトの脚本に参加したこともあった。この二人はエリザベスが8歳か9歳の時に離婚した。高校卒業後、ニューヨーク州ウエストチェスター郡のサラ・ローレンス大学に通い、執筆とヨーロッパ史を専攻した。1997年、ワンライフトリブでメインキャラクターデビューを飾る。ローオーダー以前にエンジェル、 TNT のテレビドラマ、ブルウォール街への挑戦などでメインキャラクターを務めていた。2005年、ローオーダーから降板。馬術家であったが、2005年の事故以来乗馬は辞めたという。2008年4月11日、娘を出産。娘の父親は起業家であるロンウースター。2007年から2008年、全米脚本家組合ストライキに参加する。 エリザベス・ローム2002年と2004年に、ローオーダーの演技が評価され、全米映画俳優組合賞アンサンブル演技賞にノミネートされた。ありがとうございます。